7月16日、世田谷区にある理工総合グラウンドで、小学生を対象としたブラックラムズ東京タグラグビーフレンドリーカップが開催されました。これはプロラグビーチーム理工ブラックラムズ東京の協力により、チームの練習グラウンドで初めて開催された大会です。僕たち7年前からですね、世田谷区を中心としてゲストティーチャーといって、子どもたちにタグラグビーを教える活動をしております。その一環もありまして、タグラグビーをやっている子どもたちに、ぜひですね、このうちの広い芝生のグラウンドでプレーをしていただきたいという思いで今回実現しました。タグラグビーはタックルの代わりに腰につけたタグを取ることで相手の動きを止めることができるのが特徴です。接触が少ないことから子どもでも安全に楽しむことができます。大会には10団体およそ200人が参加しました。チームで互いに声を掛け合いながらボールをつなぎ、次々とトライを決めます。プロが使うグラウンドで子どもたちによる熱戦が繰り広げられていました。芝生がふかふかでやりやすかった。楽しかったし、みんな仲間とチームがよくできて結構良かったです。オフサイドとか、ノックオンとかが多かったから、そこを直して次もどんどん勝ちたいです。